内藤正茂漢文3年4月20日は、安土桃山時代から、江戸時代初期の武将、旗本。別名は、前妻。父は、内藤正帝。子は、正継、内藤正吉。従五位下、激。内藤氏、神宮後天正十八年、徳川家康に仕え、小田原征伐に従軍。文禄元年に三百国を賜る。以後、関ヶ原の戦い。 大阪の陣などに歴戦する。慶長5年に使い番、慶長6年に勝頭となり戦国を領する。慶長19年持ち弓組頭となり2900国に加増され、徳川秀忠の側近を務める。寛永3年に樹語位した劇に除任された。寛永8年に武蔵国柏艦の領主、内藤忠都が不祥事により改役となるが、 祖父である正重の三河以来の武功が評価され、正重に忠だの旧地五千国が与えられた。寛永19年3月12日病のため、職を辞する。女王を3年に、この正吉に家督を譲る。寛文3年、86歳で死去。墓所は埼玉県久喜市商部長、香山の善修寺。子孫は天那2年5代。 小吉の時に上野台の里、下野家咲原で700石加造され、5700石の旗本寄り合いとして、幕末の14大生10まで続く。陣屋は、香山陣屋。ありがとうございます。